サムネイティビューをご覧の皆さん、こんにちは。サムネイティビューとスーパーサムネイの小塚です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ワインの提供マリアージュのコーナー、はい、2022年3月の第1週でございますね。さあ、第1週は暗いビオニエですね。はい、来ました、まあ、ビオニエ、コストビオニエ、ビオニエに何を合わせるかですよ。結構合いそうですけどね。ちょっとね、僕が攻めてみたやつ、はい、マリアージュ、マンゴー、マンゴー、アップルマンゴー、アップルマンゴー、これちょっとね、やってみたい、はい、これやってみましょう。佐々木さんは、あー、はい、もうシンプルに、はい、ベネーナバナナがありますベネーナ、ガブっといて、ガブっといて、グイッとトロピカル類ですね。まあ一応そうですね、はい、ちょっと、まあ、ビオニエにこのね、ちょっとフルーツ2つにちょっとやってみようかなと、まあでもフルーツだけじゃないですよね。でも正直ね、大外する可能性が非常に高い、この2つなので、はい、いや、はい、怖い怖い、非常に怖いで、ちょっとね、僕これは確実合うだろうなと思って、はい、来ました、サラダチキンごまドレッシング、うん、はい、にちょっとネギを、マンゴーいきます。僕ね、本当は柿でやったかったんだけどね。あ、本当は柿だけど、しょうがなく、うん、しょうがなくマンゴー、マンゴー以外言うことがないです。冷たそうだね、うん、おー冷たい。まず下の中で温度を温めてから。そうだね美味しいですよ。美味しいですね、うん、よりなんかちょっとビオニエ感が強くなった次、うん、で、フレッシュのバナナですね。バナナですね。バナナ向くの久々だな、バナナだねこれじゃあ、バナナです。めっちゃ立派なバナナ。人数以外で。ある意味、マリアージュとしては面白いんだけど、うんうんうん、次行こうか。ちょっと、次行ってみましょうか、ね。次行ってみましょう。ありっちゃあり、ありっちゃあり。このトロピカルフルーツを入れたのは良いんじゃないかと思います、ね、うん、やっぱり方向性としては、ま、あのバナナもマンゴーも良かったね、うん、非常に良い。本命を、本命いきましょう。ごまドレで和えたサラダチキンです。いきます。あ、結構でかかった2個をもっと細かくもっと細かいイメージだったんですけど、あれなんかほぐされてるイメージだったんだけど、なんかドコッと出てきたねよし、ちょっとこれ2ついっちゃう、いっちゃいましょうか。大変だと思う。おりえ。やっぱこのごまドレが重要。今回ごまドレ大切だと僕は思っています。で、これにこれを横添えにします。横添えで。横添えにしますよね。もう一回楽しめる。もう一回楽しめる。はい。はい、横にこうネギをね。バサバサ。落ちる落ちる。はい。料理としてありそうな。ね、こう分けて。すごいうまそうですね。うん、美味しいですね。物、うん、いいね、意外と。ああ。なんか勝ったね。好きですね。うん、来ましたね。まだネギつけてない。うん、そうそう。僕もネギつけてないから、ちょっとネギとからし、ちょっとぐらいですね。ピリ辛ぐらい。ピリ辛ぐらいで、うん。いただきます。いただきます。からしネギつけたら、格段とまた料理としてもらってあんなって美味しいですね。うん。ネギのちょっと青臭さが少し後に残る。そうですね。僕、これだけでいいかもしれないけど。これとさ、からしだけにいいのか。そうです、うん。ちょっと違ったね。ネギがいらないかもしれない。ネギいらなかったね。でこれ行こう。あ、こっちの方がいいですね。はい。でもさ、もうプルスルと出していい？マンゴーですか？え？マンゴーだって。でも合いそうなんですけどね。まあ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 確かに。一対一ぐらい。クラシーいらないじゃないですか。美味しいですか？思いのほか美味しいね。僕は結構好きです。うん、僕も好き。あり、よりのあり。行ってみます？行きましょうか、ね。行ってみます？プルスウルトラ。くらえ。美味しいと言います。お前らくらえ。ベッドベッドベッド。これ半分ぐらいがいいかな？そうですね。ほいほいほい。適当だね。これ結構さ、マンゴーでかくない？まあ、ちょっと大きいかもしれない。口の中でよく。お互いを噛み噛みしてからこんなもんかな。そうですね、こんなもんだな。いいんじゃないか。よしよしよし、これでいきましょう。いただきます。こう咀嚼しつつ食べきる前にこうビオニエをですね、調味料としてちょっと添加していただくような、そんなイメージ。佐々木笑っちゃったよ。ワインが進んだということは、ワインが進んでるのがいいんじゃないですか、
おっと、なんだろうね、こう怖いよ、この笑顔が怖い。どうなんでしょう、なんでなんでね、素人枠2人が、はい、なんていうか美味しかったと思います。なんかもっと飲みたくなっちゃう。嬉しいです。嬉しいですね。これ女性としても美味しい。はい。思いのほか自然に溶けて、なんかスッていってた感じでしたね。美味しい。ソースの配合の量が すごくバランスによって、後味が、アフターが、ごまが残ったり、リオニエのその苦味だけが残ったり、あのからしの風味だけが残ったりするので、そのバランスによってかなりその印象が変わってくる。鳥、佐々木氏。はい。でも2つちょっと言いたいところがあって、わ、はい、なんか嫌だね。おー、そうかそうか。おー、怖いよ。話し方なんですよ、2人が。まず1つ目が、その料理とワインってどこでどうやって合ってるかって判断するっていうのが、まず分かんないじゃないですか。まあ、基本的にやっぱその料理とワインで合わないっていうのは、口内調理が基本だと思うんですよ。まず料理食べて入ってるうちに、おっしゃったように飲み込む前にワインを入れて口内で合わせて合うか合わないか、うん、で先にワインの料理のフレーバーが来ますよね。でワインのフレーバーが来て、その後に料理のフレーバー戻ってきたら、これが相性がいいと思うんですけども、うん、まずこの料理は非常に相性良かったです、うん、結論、まあ、の結論良かった。ごまだれがすごく戻ってきて、うん、一緒に同調してたのと、うん、あやっぱマンゴーのテクスチャーも合わさって、うん、このリッチなコクのあるビオニオにすごく相性がいいと思ったのがまず一つ目、うん、で2個目が料理自体の再現可能性があるかどうかって話で、なるほど。まあそれでコンクールとかもよくあるんですけども、うん、ワイン飲むじゃないですか、うん、なんか料理合うやつをこう言えと言われて、適当な料理言うんですけども、そもそもその料理って美味しいの、なんかその要素だけ並べて、それなんかありえなくないみたいないうとこがあるんですけども、いやさすがにこの何でしょう、ごまだれのこう鶏とマンゴーとからしを乗せて家で食べてる多分いないと思うんですね。だからこの料理自体の再現可能性はないと思うんですよ。料理自体がまず素晴らしい、はい、再現可能性 100% のうちが作ってないんだよ、はい、合わせるってことね、合わせる、はい、だって、はい、セブンイレブンで全部手に入るものでしか作ってないから。確かにで、正直この料理出た時に、うわ、美味しくなそうと思ったんですよ。ただ、食べたら、これ皆さん、美味しかったんですよ。それで、ね、また笑っちゃったんですよ。思ってるより同調しててめちゃくちゃうまいじゃんっていうふうな結論、めちゃくちゃ良かったです。なるほど。じゃあ、マリアージュポイントを聞きましょう。マリアージュポイントよ。84点。おぉ、ありがとうございます。美味しいなと思ったのと、意外性があるね。その組み合わせに。なるほど。本当にやろうって今まで思ったことがない組み合わせ。だけど、なんかちょっとこう乗せてみようかな。乗せたら面白いんだなっていうことが、今回発見としてあったのが、すごく、まあ、学びですね。美味しいです。75、うん、はい、いやでも80って結構高いなって思ってます、ね、あの本当に美味しかったし、うん、っていう驚きがありました。もう一回やるかな、どうかなというところでマイナス5にしました。じゃあ最後に少し、はい、90点。おっ、待って待って待ってよ、おい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 、佐々木氏がそういう風に言ってくれてる、なんでだい。まずあのごまだれにたどり着いた時点でもう合格なんで80点。あ、はい、でプラスアルファマンゴーを乗せるっていう一工夫で5点。あとは食べてる時にその場でからしを乗せた方がいいんじゃないっていう、その場で気づいたことを実践して、それでさらにこう高めたっていう、その場の工夫をしたっていうのが5点。なるほどなるほど、パテンシャル技術がすごいんで、もうまあ90点ですね。で、まあ、でごまだれはもちろんそのどの家庭でも本当に再現可能性というところで、はい、まあ90点ですね、はい、おっと嬉しいですね。嬉しいです、そういうふうに言われると嬉しいね。やりがいがあるね。もう一回食べる、ズコちゃん食べましょうか。やりますか。改めてね、はい、改めてやりましょうか。じゃあ作りますよ、ちゃんと、うんうん、じゃあズコちゃんちマリアージュポイントお願いします。マリアージュポイント87点。なるほど、刻んできましたね。頭いきます、はい、サラダチキンのごまドレッシング和え、ごまドレ和え、はい、に、マンゴー、あの冷凍食品で冷凍マンゴーありますので売ってあります。これアップルマンゴー、これ買ってきていただいて、はい、ちょいとけぐらいで、はい、でその上にまた少しお好みでからしをね、うん、絶対からしはあった方がいいです。からしをつけていただいて、そしたらまたギュッと食事締まりますので、それに合わせていただけば
抜群に美味しいございます。ズカ、はい、ちゃんマリアージュポイントは87点ということでございます。まあ次回が次がカベルネソーヴィニョンですね。スリースイーツ結構ねめんどくさいと思うんだよね。どうも怖いっすね、いつも。毎回ちょっとアメリカのカベルネ怖いなと思うんですけども、はい、まあちょっとどういう風に合わせるかぜひお楽しみにしていただければと思います。それではね、皆さんどういう風に合わせるのか、皆さんのねこう、まあ、動画でコメントなり、あと Facebook、Twitter なりで教えていただければ嬉しいです。あといいねチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。第2週ですね。次はじゃあさよなら。